フォーマ N2102V は日本電機 NEC によって開発された NTT ドコモの第三世代携帯電話フォーマ端末である。2003年7月の発売当時フォーマ端末の中で最小サイズのテレビ電話対応端末として、そしてフォーマ端末史上初のサブディスプレイにカラー液晶が採用されたモデルとして NEC から発売された。 内蔵ソフトウェアは先代の N2701 とほぼ同一でセルフモード設定時の暗証番号入力が省略された点とテレビ電話機能が追加されたのみとなっている。この N2102V ではサブカメラを搭載していた先代の N2701、先々代の N2051 では実現できなかったテレビ電話機能をラムの増量やテレビ電話機能を ソフトウェア処理に変更したことにより実装を果たした。メインカメラは、先代の N2701 に搭載されていた31万画素 CMOS から32万画素 CMOS へと、若干ではあるが画素数が向上している。なお、N2701 で実装されていた、サブカメラ部のフォトライトは、N2102V では搭載されなかった。ニューロポインターは、 N2051N2701 から継承された。また N シリーズとしては、この N2102V から、ホーマ端末向けの SSL クライアント認証サービス、ファーストパスのサポートが開始された。音声コーデックも、テレビ電話対応の同世代端末である、K2102V と同様に、AAC 方式にも対応し、音質向上が図られている。ボタン操作部の照明には、 緑色の LED が採用されている。シルバー、ブラックとブルーでは、文字、テルミツ、ライトシルバーでは、メンテルミツとなっている。N2051、N2701 に続いて、n 2 1 0 2ボルトもニューロポインターが搭載されている。なお、当機種も先々代の N2051 や、先代の N2701 と同様に着信メロディの自作が可能な機種である。 電池パックは N2051 からの伝統となっているリアカバーと一体型となっており N2102V 以外に互換性を持たない N05 が新規設計の上でオプション設定された。卓上ホルダーについても新たに N03 が新規設計の上オプション設定された。なお n, n 2 0 5 1 n 2 7 0百1用の卓上ホルダー N02 は電池パックに設置された。 金属接点の位置が異なることから流用できない。アクセル F オーバーアッツァレインボー式、アイネクライネナハトムジークイフード,ドードウ、トロイメライサマータイム皇帝や総曲黒電話遊部、ガットメールコーリングファンファーレカーレースキラキラとほほ、ひよこ。ありがとうございます。